ゼロゼロ0くん、大、えー、一番でチャンスの確率と回数を上げる必要があるのにターンオーバーして舐めた再配するのをマジハ腹立ちます。でもそれはさ、なんでこのターンオーバーなんだ、なんでこの再配なんだっておこ、その時から怒ってた人は言っていいけど、俺は別に、最初にこの布陣で行くのは別になしじゃないと思う僕はもう、あの前から言ってるけど、僕は吉田麻也はもうあの、昔は別に使っていいと思ったけど、ワールドカップ近づくにつれてパフォーマンス落ちてきて、なおかつビルドアップで、どうしてもボトルネックになってるから外すべきって肌ったんですよ。 それはもう前から言ってるから、別に後出しじゃんけんじゃないから、これ見てる人もわかるだろうし。ただ、このもう、森安ジャパンでこのスタメンで行くってなって、森安さんのチームだから、軸は残さなきゃいけないってなると、オリンピック呼んでるぐらいだから、吉田、遠藤。で、今の序列だと鎌田になるでしょ。だここを残すとして、じゃあ、そっからやるサッカー何にするってなった時に、この、えー、後半から、えー、三笘入れて、伊藤入れて、ギア一個ずつ上げてって、えー、得点するっていう。そのゲームプランあるんなら、それが機能するんだったら OK だと思。 でも、そのゲームプランが認め入れるところはいいけど、その後の伊藤の使い方と、えー、そこからの2人へのボールの配球の仕方、配置の面もそうだし、選手全体の意識もそうだし、そこを根付かせられてないから、だからスペイン戦で、この2戦でこんなことしちゃってて、ていうか4年間こんなことしちゃってる監督が、スペイン戦で何かできるかっていうと、ただ総力戦をするだけだろうから、もう引き続き、神頼み、継続って感じですね。うん 「つらぬいたじぶつかの」